大魔境がアニメ化されるっていうすごく大きなタイミングで、ビッシュがオープニングテーマを務めさせていただけることはすごく光栄ですし、やっぱりこの天国を探していく旅の物語ってすごく明るい世界だけじゃなくてダークな部分もあったりとか、ビッシュには珍しくこうずっと静かな感じだったりするので、ずっと静かというかこう暗めの曲からスタートなので、最初すごい難しかったんですけど、なんかビッシュらしく思いを込めて届けられたらいいなと思って歌わせていただきました。アイナが最初デモを撮ってくれたんですけど、すごい陶酔できるような曲だったので、ここから6人の声になった時にパワーを増さなきゃいけないなってすごい思ったんですけど、アイナが一番最初に曲の世界を作ってくれたのかなっていう感じがします。この曲の中の歌詞に僕らは僕らは進もうって入ってるんですけど、最初の方はなんかもういいかいっていうその少し不安げなニュアンスから入ったりして、なのでいろんな葛藤とかそういうもどかしさ煩わしさがあるけど、その中でも進んでいこうっていう少し前向きなメッセージは込められているのかなと思ってて、はい、なんですけど本当に聴くたびに曲の印象が変わるので、それがこの曲の持つ不思議な魅力だなと思ってます。なので今回アニメと合わせて一緒に今日はこういう曲に聞こえたなとか、楽しんでもらえたらいいなと、一つ花を添えられたらいいなと思っております。なんか本当に日々自分の感情だったりとか、人って、さっきまで元気だったのに急に暗くなったりとか、本当にちょっとした何かで気分が上がったり下がったりするので、本当に今も日々お仕事というものをさせていただきながら、東京ドームだったり解散の日が近づいていってるなっていうのを日々インタビューなんかでも実感してまして、でもなんか現時点では楽しみではあります。でもやっぱふとした瞬間お風呂だったりとか、ちょっと自分一人になった空間で、感情がちょっと東京ドームにふさわしいアーティストに最後なれるのかなって思ったりとか、多分この感情っていうのは、6月29日まで続くと思いますし、なんか定まってないですね今この時点では。新しいことをやろうっていうことを特にそれに特化して考えてるわけではなくて、私たちが昔から大事にしているものは大事にして、日々生きていく中で気づいたり発見したこととか、あとみんなビッシュチームも好奇心旺盛なので、面白いと思ったこととかやってみたいと思ったことを自分たちに取り入れて発信していくっていうのがビッシュだと思うので、そうですね、枠にとらわれず最後まで自分たち己を信じて突き進めることができたらかっこいいなと思ってます。その日々いろんなことに挑戦していくことを諦めてしまったら、それこそなんかちょっとかっこ悪いなって思っているからこそ、その今までのビッシュがビッシュらしくやってきたことを大事にしながらいろんなところに目を向けて生きているわけなんですけど、やっぱ解散っていうものは大前提にあるわけで、そりゃ悲しいし寂しいっていう気持ちはもちろんあって、誰もビッシュが嫌いなわけじゃなくて、ビッシュを愛して生きてる6人だからこそ寂しさと一緒に生きてるけど、でもその解散を決めたのは自分たちで、一番かっこいい時に散りたいって思ってやってきたので、そこに諦めずに全力で突っ走ってるのが今現状で、目の前のことに一生懸命に生きれたらその日がいい日になるんじゃないかなと思ってます。で、なんか日々あのビッシュはなんか形がどんどん変わっていくものだと思って、常に今のビッシュをお客さんに提供してるのかなと思うので、私はそうですね、6月29日のビッシュはどんなビッシュなのかっていうのはすごい今から楽しみであります。悲しいは悲しいですけど、でもずっと初期の時から掲げてた夢の東京ドームなので、一
一番行きたかった場所で終われるって寂しいですけど、でも幸せだなと思うので、今東京ドームでどんな景色が見れるんだろうってすごいワクワクしてます。今これ着てる衣装も3月のシングルの衣装で最後のシングルなんですよ。レコーディングもきっと最後の日がまた来るし、全てによって最後っていうこの3文字が募る日々で、なんかとても寂しいなってよく思うんですけど、本当リンリンと同じで、寂しいっていうよりかは東京ドームに立てるっていうワクワク感の方が勝ってるなっていうことに最近気づいて、なんであんまり寂しがらずに、お世話してくれた人の感謝を忘れないようにして6月29日まで走っていくことが今できる私のできることかなと思ってやってます。ビッシュやらせていただいてからはやっぱいろいろ学ぶものがあって、でそのいろいろの中には、まあ、そのグループでやらせていただくこと、やっぱ今まで一人でずっといたのでグループで活動するっていうことをこんなに6人でやるってことなかったので、なんかまあ人としてのあり方だったりとか、まあ立ち休め敦子っていうものを作ってくれたというか、だったりなんかまあ歌詞を書くこととかも含め全部が初めてだったので、歌詞だったりとかそういうのも含めてなんか全部が全部初めてだらけでしたね。ビッシュになる前は生活もままならないくらいなんかあんまりうまく生きられない人間だったんですけど、ビッシュになってからいろんな人と出会っていろんな優しさといろんな愛を教えてもらって、まあ、その分体力的にしんどかったこととかやっぱあるんですけど、でもそういうのを乗り越えたらどんどん自分の強みになってって、すごく今ビッシュでビッシュのアユニディになれたことがすごく幸せだなと日々かみしめていますので、そうですね、本当愛と感謝を忘れずにというか素直に柔らかい心で最後まで、そして最後が終わってきっと何かが始まると思うので、みんな そこからも死ぬまでなんかいろんな与えられたものとか出会えた人に好きっていう気持ちを大事にして生きていきたいです。結構もう9年目くらいなんで、その中で自分もすごい変化していて、私はセントジロチッチにみんながすごいしてくれたなって思ってるので、純粋に言葉を発して思ってることは全部伝えていこうってずっと思ってやってきたんですけど、そういうふうに思えたのも一緒として活動していく中で出会った人たちとか学んだことがあったからこそで、そういうのは絶対にずっと大切にしていきたいし、愛情表現、あと決めつけないこと、考えること、自分の中でやっていきたいことはたくさんあって、それはビッシュにならなかったら絶対気づけなかったことだなと思ったので、本当に人間にしてもらったなって今思っているので、愛を持って幸せの方向に向かって生きていけたらまたみんなに会えるんじゃないかなと思って、大事に生きていきたいです。自分のことを分かってるよって全然分かってなかったなっていうのはすごい思って、なんか周りが違う人とたくさん会ったことによって自分の好きなこと嫌いなことがすごくはっきりして、輪郭がすごいくっきりしたなっていうのは自分の中で一番あって、あとやり抜くっていうのはすごい大切だなっていうのは日々思って、一緒に入って曲の作詞とかをメンバーもさせてもらう機会がたくさんあって、
ういうところで今まで人に見せたことなかったような内面を見せることができて、そしたらたくさんの清掃員にも刺さって、なのでなんか私はずっと作ることとか作品を作り続けるのがすごい好きだなと思ったので、なんか歌じゃなくてもいろんなアートとかいろんなことで自分の中身をいっぱいこれからも出していきたいなと思います。私はBiSHになる前は特に歌とダンスしか好きじゃなくて、あんまりその人のことも心から信頼できなかったんですけど、BiSHになって歌とダンスをやるには人といなきゃいけないかったし、人といると人のことはすごく好きになったし、特にメンバーとは家族以上の時間を過ごさせてもらって、自分の至らない点とか本当に欠点でしかないところもしっかり向き合ってくれたり見逃してくれたりして、そうやって生かされている中で生まれることが表現であって歌とダンスだったので、私はBiSHになって歌とダンス以外に人のことも好きになったので、解散した後もきっとこの3個を大切に生きていくような気がします。